第4代マウントエジカム伯爵、ウィリアム・ヘンリー・エッジカムは、イギリスの貴族、政治家、低審。1839年から1861年までは、儀礼称号のバレトート死者を名乗った。第3代マウントエジカム伯爵、アーネスト・エッジカムとキャロライン・オーガスタ夫妻の、息子として生まれる。 1859年から1861年にかけてプリマス選挙区選出の庶民議員を務めたが、父の死に伴い1861年からは貴族院議員となった。1879年にミ密顧問官に任じられる。第二次ディズレーリ内閣では、区内長官を第一次及び第二次ソールズベリー公爵内閣で王室家政長官を務める。 以降、ビクトリア女王の自重部官、王太子の諮問委員、コーンウォール公領王辞称書、コーンウォール党官などを歴任した。1901年には、即位したばかりの新国王エドワード7世によって、特別外交使節団の団長に任命される。この使節団は、ベルギー、イタリア、ビュルテンベルク、バイエルン、オランダの各政府に即位を通告する使命を帯びていた。 同年3月、ベルギーにて、国王レオポルド2世から、レオポルド勲章大受章を与えられた。エッジカムは、フリーメイソンでもあり、プロビンシャルグランドロッジのマスターを務めていた。1858年10月26日、最初の妻キャサリン・ハミルトン城と結婚。4人の子供を設ける。1874年3月に、妻キャサリンに先立たれた。 その後1906年4月21日に、いとこのキャロラインセシリアと再婚した。彼女は1909年2月に亡くなった。ありがとうございます。